もしも地震や洪水が起きたとき、国籍、人種関係なくみんなで行動します。ここに住んでいるみんなのために、もう一度しっかりと防災を確認していきましょう。では最初にエルサルバドルのベアトリスさん、地震体験をお願いいたします。エルサルバドルはね、地震がすごい起こりやすい、土地です。家が崩れたり、人が泣いたり叫んだり、もう本当にショック、何が起きてる全く分かりませんでした。私の命どれだけ大事、私の命が奇跡な、すごく感じます。次はベトナムのセンさんにお願いします。皆さんこんにちは。ベトナムにも日本と同じように台風が来ます。家の周りや道の木の枝を切って倒れても安全なようにしています。洪水から井戸のきれいな水を守るために、みんなは、ビニールの袋を使って蓋をします。もし家畜を高いところへ避難されるのが間に合わなかった場合は、バナナの木や竹を使っていかだを作り、家畜を乗せて避難させます。各テーブルに1台スマートフォンが置いてあると思うんですけど、そちらの方にエリアメールというものをテストなんですけど送ってみます。地震です。地震です。やはり外国人の方とかですね、やはりこう届いても意味がわからないとか、そういったところがありましたので、エリアメールの画面に絵を、地震の絵であるとか津波の絵であるとか、そういった絵を表示するであるとか、外国語でも伝えることで、外国人の方であるとか、あと、耳が聞こえない方でも絵を見るとわかるとか、そういったような、さまざまな方に分かりやすく伝えるというような取り組みを今行っております。今ちょっと体験いただいたんですけれども、まずブーブーって大きな音がエリアメールで、お知らせが来ます。その後ですね、上田市から、この上田市の中のここの自治会、ここの地区の方は逃げてくださいですとか、詳しい情報が、届くようになります。上田市では、災害時ですとか緊急時に、メール、電子メールで事前にご登録いただいた方の携帯電話やパソコンなどに避難情報などをお知らせしております。ご登録については上田市ホームページをご覧いただいたり、上田市の広報シティプロモーション課へお問い合わせをいただければと思います。上田市役所危機管理防災課による防災の講座になります。黄色いところですとか赤いところ、分かるかと思います。ここがですね、土砂災害のですね、警戒区域、黄色いところが警戒区域、赤いところが特別警戒区域ということで、64ページに行きますと、非常持ち出し品なんかが載っています。これカッパですね、防寒着にもなりますので、カッパですとか、ちょっとしたラジオですね、情報収集というのは大切になってきますので、ラジオですとか、こういったものを、詰めといてですね。それではこれからグループワークということでお願いします。まず皆さん今日お配りした避難カード、小さいカードをお持ちかと思いますが、それを出してください。周りにいる外国籍の方いらっしゃったら、自治会の名前知っておくことが大切だとか、まず避難場所を知っておくことが大切だとか、あとその情報を得るツールとして多言語の防災メールがあるよっていうことを伝えていただいて、この広域避難場所と自治会名をそれぞれの外国人の方に、把握してもらうということを大きな目的として、グループワークをしたっていうところですね。でそこに人参と大根、大根は本来入らないんですけど、ちょっと入れてみました。それとじゃがいもを置いて入れて煮込んで、
あのトマトジュースと、ローリエとコンソメと入れて煮込んだ後、ちょっとあの野菜が柔らかくなったらビーツを入れて、ビーツを煮汁ごとですね入れて、千切りしたキャベツを入れて仕上げます。あのみんなそのさっき言った通り、和太鼓というのは素晴らしい文化なので、それでみんなの気持ちが一つに揃ったりとか、あの仲良くなったりとか、みんながちょっと鼓舞されて元気になったりとか、その震災が起きた時にやっぱり地域のつながりだったり、その近所の人たちと一緒に協力するとか、人と人がただただこうねつながってなんか協力し合うということの、あのこうなんか力になるわけじゃないかと、和太鼓はまずこれが一つですね。もう一つがあの本当にその震災後ですね、まあいろいろあるけど元気出してやっていこうよっていうところで、やっぱり音楽というものはやっぱり背中を支えますし、和太鼓というものでただただこうシンプルにですね、人が元気になればいいなと